それでは、ベスト3配置の説明をしていきたいと思います。まず、便宜的に、左側を1レース。右側を2レース。といたします。この場合、ベスト3配置に関しては、表裏で被るものを指しますので、例えば、1レース16頭立て、5番に A という騎手、2レース12頭立て、裏5番に同じく A という騎手がいた場合、こちらはベスト3の配置になります。ベスト3の配置になる要素とすると、1レースでは表5番、2レースでは裏5番、表裏で被りがありますので、ベスト3の配置になります。同様に、例えば、1レースの10番、こちらに B という騎手、2レースの表3番、こちらに B という騎手、この場合、ベスト3の配置に該当します。1レースの10番と2レースの裏10番、表裏で位置が被っておりますので、ベスト3配置です。また、1レースの1番に C という騎手、2レースの12番に同じく C という騎手、この場合は表1番と2レースの裏1番、この位置関係でベスト3の配置に該当します。はい、それでは左側が10頭立て、右側が18頭立てとした場合の説明をしたいと思います。例えば、1レース、10番に A という騎手がいた場合、2レース、9番に A という騎手がいた場合、この場合は、表10番と裏10番、こちらでベスト3の配置になります。また、例えば、A という騎手は裏で1番という位置を持っておりますので、2レースでいう表1番、こちらともベスト3の配置に該当します。こういうことですね。よって1番に同じく A という騎手がいれば、1レースの裏1番と2レースの表1番、こちらでベスト3の配置ということも該当いたします。続けて、1レース、3番に B という騎手。2レース、16番に B という騎手。この場合は、表の3番、裏の3番。こちらでベスト3の配置です。先ほどと同様に、裏8番、表8番。ということにも考えれば、こちらもベスト3の配置に該当します。続けて、1レースの6番に C という騎手、2レースの5番に C という騎手、先ほどの流れからすると2レースの13番にも C という騎手がいた場合、それぞれベスト3の配置に該当します。1レースの表6番と2レースの裏6番、1レースの裏5番と2レースの表5番。それぞれ1レースと2レースにおいてベスト3の配置の被りになります。はい、続いて左側が14頭立て、右側も14頭立て。同じ頭数立ての場合においてもベスト3の配置は出現いたします。具体的には1レース1番 A という騎手、2レース14番 A という騎手、こちらは1番でも裏14番でも2レースの表14番裏1番でもそれぞれ表裏の被りがありますので、ベスト3の配置になります。同様に、1レースの9番に B という騎手、2レースの6番に B という騎手、こちらもベスト3の配置になります。9番と裏6番、2レースでそれぞれ
6番、裏9番。どちらも表裏で被りがありますので、ベスト3の配置になります。最後にもう一つ事例を挙げておきます。例えば、表5番に C という機種。2レースの10番に C という機種。こちらも5番、10番。2レースの5番、10番。どちらも被りがありますので、表裏の関係でベスト3の配置になります。はい。以上、ベスト3の説明解説でございました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。